ではですね、私は参政党の事務局長、そして、参議院全国比例区第5支部長の神谷総平です。ありがとうございます。参政党、まあ、集まってる皆さんはね、知っていただいてるかもしれませんけど、道行く皆さん、参政党ってなんだそれというふうに、思われると思います。新しい党なんですね。2020年4月11日に結党した政党です。参政党の党の意味はですね、皆さんが参加できる政治を作ろうという意味です。皆さんに政治に参加してもらおうという意味です。私たち参政権ありますよっていう方いらっしゃるんですよね。参加できるじゃないですかと。確かに私たち参政権は持ってます。しかし本当に政治に参加できているでしょうか。政治に参加するには、それに参加するだけの情報が必要なんです。日本の経済だけが成長していない。日本人ね、それがしょうがないと思ってるんですよ。もうデフレなのはしょうがない、人口減ってるから、高齢化だからというふうに、なんか諦めさせられてますけど、そんなことなくてですね、世界の経済ってすごい勢いで成長してるんですよ。日本30年前圧倒的世界第2の経済大国だったのが、もう今中国にトリプルスコアで負けて、一人当たりの GDP が韓国にも負けようとしてるということですよ。で、日本人の大学生の賃金って、僕が大学出た時も平均20万円、今もう20万円なんですよ。で、アメリカ人の平均給与は大卒がですね45万ですよ。スイスに至っては初任給73万ですよ、平均が。で、日本のもう名だたる大企業はほぼ外資に買収されてます。言わないけどね、そんな調べたら分かるんですよ。株主資本比率見ればいいんだから。でしょ。どん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 我々の生活、権利、自由が狭まっている。おかしいじゃないですか。こういうことを学校とかでまずね、基礎的なことを教わって、テレビで毎日教わって、その上で初めて考えて選挙に行かないと参加できないですよ。情報を隠されたままじゃ。で、ある程度気づいた、勉強して気づいた、で選挙には行った、ね、今度は投票する党がないんですよ。参加できないじゃないですか。この人たちの思いを絶対形にしたいと、頑張れば変えられるんだと、そういう可能性をね、希望をみんなで作りたいと思ったんです。そしてその姿を僕は子供たちに見せたい。どんないい学校を作るより、どんなにお金をかけて子供たちにね、勉強させるより、我々大人がこうやって一生懸命正しいと思うこと、信じること、訴える、おかしいと思うことがあったらおかしいという、そういう日本を僕たちは取り戻したい。心で行動で日本人は立派だと、日本人は優しいと、ね、日本人は正直だと、そういう日本をみんなで取り戻しましょう。それが参政党の目指す日本の政治です。日本国民の姿です。参政党にみんなの力を集めて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。